開始1分を経過しました。青の吉本選手、勝ちです。青の吉本選手、2回目の発射、これから30秒間のアクティビティタイムです。30秒間ポイントがありませんでした。赤の須崎選手、1ポイントを取っています。第1ピリオド残り30秒。赤の須崎選手にパッションです。第1ピリオド終了しました。ポイントは1対0、赤須崎選手がリードしています。第2ピリオドがスタートしました。青の吉本選手、再びパッシブ、これから30秒間のアクティビティタイムです。30秒間ポイントがありませんでした。従いまして赤の須崎選手、1ポイント追加。現在ポイント2対0です。第1ピリオド半分を経過しました。赤須崎選手、2回目のパッシブ、これから30秒間のアクティビティタイムに入ります。試合時間残り1分です。
30秒間ポイントありませんでした。青の吉本選手1ポイントを返しています。試合時間残り30秒。試合時間残り10秒。赤須崎選手2ポイント追加。ただいま青の吉本選手側からチャレンジがかかっています。先ほどのプレーを映像で確認します。チャレンジの判定は青の2、赤の2です。チャレンジは成功です。両者に2ポイントずつ加えられて最終的なポイント4対3。従いまして勝者、赤株式会社キッズ須崎優選手、2年連続6度目の優勝です。引き続き表彰を行います。こちらもお願いします。こちらお願いします。この上お願いします。はい、本当に 今大会は絶対に優勝して世界そしてパリへとつなげようっていう強く挑んだ大会だったので、まあ、決勝戦の内容はあまり良くはなかったんですけど、まず勝てて次の世界選手権へとつなげることができたので、その点はクリアできたので良かったなって思います。そうですね、やっぱり、まあ、対戦相手もいろいろ研究してくるっていうのは分かってたんですけど、まあ、今日の決勝戦の内容は一つタックル入ってそこの処理の部分が甘かったのでああいう苦しい展開になってしまった。なのでやっぱりああいうワンチャンスを確実に自分のものにする力をもっと練習しなければいけないなっていうふうに感じました。そうですね、動きは良かったんですけどやっぱり攻め切る部分だったりまだまだ課題が見つかったので、まあ、この課題は本当に自分にとっての伸びしろだと思うので、このやっぱりこの接戦になってしまったのは自分の中で悔しいので、まあ、この悔しさを生かしてパリオリンピック2連覇に向かって頑張っていきたいなって思います。はい、そうですね、本当に9月の世界選手権でもう人生が決まると思っていますので絶対に何が何でも世界選手権で優勝して東京オリンピックの時は自力ではつかめなかったので今回こそは自力でちゃんとつかんでオリンピックに出場して金メダルを獲得したいって思ってます。はい、パリオリンピックは本当に、まあ、私の目標でもありますけど本当に私を支えてくれているチーム須崎のメンバーだったり、株式会社キッズの皆さんだったり家族だったりファンの皆さんだったりなんだろう私以外のたくさんの方々の夢でもあると思うので私だからこそできる挑戦できることだと思うので、しっかり金メダルを獲得してみんなの夢も叶えたいなって思います。そうですね、やっぱり一回そのタックル入ったシチュエーションがあったんですけど、まあ反対の片足タックルのシチュエーションだったので、まあ、ちょっとそこは得意ではなかったので、まあ、そこを、逆の片足の処理もできるようになったらさらに強くなれると思いますしまた上のステップへ上がれるなっていう風に感じましたので、はい、少し休んでからまた練習再開したときにそこを課題としてやっていきたいと思います。そうですね、やっぱり私の中では東京オリンピックの代表の、皆さんたちは勝手に仲間意識があってでやっぱり、まあ、本当にやっぱりその東京オリンピック の一緒に戦ってきた代表の皆さんのために
たちの分まで頑張りたいなっていう気持ちにはすごくなりましたし、やっぱりオリンピックって簡単に行けるものじゃないし、やっぱりだからこそ目指す価値があるし、やっぱりこれこそがやっぱりオリンピック予選なんだなっていうのを、感じました。そうですね、本当にオリンピック2連覇できるのは私だからできることだと思うので、チャレンジャー精神で絶対に2連覇を達成できるように頑張りたいと思います。